おはようございます。おはようございます。今日は3月18日金曜日です。おはようございます。雨です。なんていうのかな、春の雨って感じですかね。なんかでもこっからなんかまた週末寒くなるようですけどね。この 2,3 日のすごい暖かさが、まあ、ちょっと入れっていうか、まあね、春ってこんな感じですよねという感じの朝ですね。どんな感じですかね。なんか私も全然なんかテレビとか見ないから、昨日とかのんきな感じでしたけど、なんか父がテレビ見てんとかさすがにこうちょっと見ると、結構ね地震の被害があった方もいらっしゃったようで、なんかあれですねってか、そのすごい あれを感じた。こういうオンラインとかやってる前だと、すごい半径なんかこう身近な同じとこに住んでる人たちとかしかこう、あ、なんていうのかな、会話しないから、その近隣の話でこう話が済むけど、オンラインってやっぱりなんだかんだ言ってすぐそこで話してるようで、広いからなんていうのかな、何気ない一言がすごい失礼になったりするっていうのをすごいふと思いますね。なんかね、何がいい悪いじゃないから、やっぱりこっちでいいことがあっちで悪かったりとかね、別になんか何もないですけど、そういうことって普通に起こってくるなとか思いましたけどね。なんかでもね、いつ起こるかね、地震って分かんないのでと思いながら、なんかなんかちょっとだけものが起こったりすると、なんかちょっと大掃除スイッチが入っちゃって、昨日ね、で昨日出かけなきゃいけない、昨日は一日父の用事であちこち行ってたんですけど、それ分かってんのに、なんかこれ終わった後にちょっと大掃除、だいぶ大掃除モードが、ちょっとしか時間がないのに、でなんかちょっと大きな、なんかそんな話、大きなね、なんて使っていないまあ、家具っていうか鏡台っていうか、なんかまあ大きいのがあって、でまあ使ってたんだけど、でもそれ収納大してないし、だいたい鏡として使ってないから、これをこっから出すと、2階の部屋なんだけど、それを出すと1個物を動かすと、もういきなりそのいろいろ片付くじゃないですか。そうするとあれをこっちにとか言って、これをあっちにとかやってるうちに、どんどんこうアイディアが出てくるけど、だからこれ動かすのが、だからそれこそボトルネックだなって前から思ってたんだけど、地震きっかけでスイッチ入っちゃって、でそれを2階だったんだけど、私は1人で下ろせると思ったんですよね。で1人で下ろせると思ったんだけど、やっぱりなんか階段の途中でこれはもうなんか無理だみたいになって、でももう階段の途中だから、1段ずつこうちょっとずつこうずらして置いてって感じだったんだけど、それでいよいよと思ったら、なんとピンポンってなって、でクリーニング屋さんが来たんですよ。父のその仕事のねやつとかを頼んでるクリーニング屋さんがたまたま来て、それで父がもう無理だから、父に出て、も出てって言ったら、まあ聞こえるとこにいたから出てくれて、そしたらなんか全然階段とか玄関から全く見えないとこにあるのに、なんかそのクリーニング屋のお兄さんがめっちゃなんか、どうしたの、何ですかって、私が出ないから、でちょっと今手が離せないからすいませんとか言ったら、なんかもうさって家の中入ってきてくれて、それでなんかひょいってそれ持ってなんかもう運んでくれたんですよね。もう本当にあれ、あの人が来なかったら、私は階段の真ん中で
どうなっていたんだろうみたいなねことがそういえばねありましたねっていうのが、まあ、昨日ので、あとはずっとあちこち行って最後銀座とか行ってなんか遅くなりましたけど、そんな感じのね日でしたけど、でもそんなことは言っちゃいあんまり言わない方がいいんだと思ったけどもう言っちゃったっていう感じですけど、まあね、なんかちょっと大変なね被害とかの方もいらっしゃるからあれだけど、なんかこう物が揺れたりなんか揺さぶりかかるとこんなうちでもやっぱり影響が及ぼされるっていうか、変わりますよね、なんかね。でなんかそんな感じですね今ね。だからちょっとあの部屋が気になってしょうがないんですけど、ちょっと あんまりそれやり始まると大変なことになるなって思ってる今日ですねっていう感じで、今日本当に暗いですね雨でねという感じです。で21日にやりましょうやりますとか言ってよく考えたら、昨日が今日18だから18、19、20とかしかないっていうことに気がついて、でなんかでもなんか昨日なんかなんとなくピンときたっていうか、ピアノの こっちでやりたかったんですけど、でなんか真っ暗にしてろうそくでやろうかなとか思ってたんですけど、まあそれをやってもいいんですけど、でなんかそういえばそういうピアニーのつながりでピアニーのまでピアニーそういう話をまとめて してみるのも一回記録として自分のなんか面白いかなと思って、ちょっとピアノの話ピアニーノに行き着くまでの話っていうか、本当に不思議なご縁、なんか生き物っぽいなって思うんですけどね、そんな話も21日にしようかなと思ったりしてるところです。ということでちょっと先に行ってみたいと思います。ありがとうございます。Thank you.
わりました、ありがとうございました。どうしようかなみたいな、どうしようかな、本当になんか特に言うこともないんですけど、なんかないですよねみたいな、その21日のことを話すとするとっていうか、まあいろいろあるんですけどね、インドとかミニマルミュージックとか、まあそういうのも別に同時並行でこう流してたんで、なんか時が来たらそれになるんですけど、まあ今今日21日はやっぱりねピアニーノかなと思ってそうなったんですけどね、その時に私が、話そうかなと思ってるピアノは、どれにしようかなって思ってたんですけど、今朝とかまずやっぱり1個目はその、このピアニーノともすごく関係ないじゃないけどそのパリで、二十何年前に使ってたピアノが、それが最初のアンティークのピアノ でそれはグランドピアノだったんですけど、スタンウェイっていうので、その時、その時何年って書いてあったんで、確かその時100ちょいぐらいだったんで、もう今なんかもう100、この世にねまだいてくれたら130、140年立ってるやつなのかな、今だとね、今いると今あるとすると、でもそのピアノがやっぱりアンティークのピアノをこう自分のピアノって言って毎日弾くような感じで弾いたのは初めてで、でそれがすっごく印象的で、でその後でそのピアノがなかったらやめてたんじゃないかなっていう感じで、でその後、次が、次が、ネパールかなと思うんで、それが、やっぱり、まあアンティークっていうか、その素敵なそういうヨーロッパとかのこうある程度は価値があるみたいなこうやつじゃない、今度は本当のなんかボロボロっていうか本当のアンティークっていうか、ネパールにたまたま行くことになって、でその弾いた時にそもそもネパールにピアノがほぼないって感じで、でそこで2つでピアノに出会って、で1つは、日本大使館の中にピアノがあって、違う、日本大使公邸のそのなんかレセプションみたいな、そういうちょっとしたこうイベントやる大きな部屋みたいなとこにピアノが、弾かれてないピアノがあって、まあそれアンティークとは言わないかもしれないけど、まあそういうピアノと、それからあとお友達の家に、お友達って言っても行ってからお友達になった人の家に、北欧のピアノだったかな、ちょっともう一回ブログを調べなきゃな、それは、多分ネパールになんか住むことになったヨーロッパの人が自分の引っ越し荷物で持ってきて、で置いて帰って、で誰かのところを転々としてさ、その子のうちにあったピアノっていうのが、もう本当にボロボロだ、ボロボロというか、その気候もね、ネパールのその雨季と乾季のその激しい気候とか気温とかの中で、やっぱ全然違う楽器みたいになっちゃってるような、だけどなんか不思議なピアノがあって、でそれも結構、そのネパールはもう完全にそのピアノをもうやめようって感じで行った時にネパールの話があったので、まあ、それだけじゃあやろっかなみたいな感じで行ったら、それに出会って、で そこで結構人生観変わったので、それでなんかまたやることになっちゃってっていうのがあって、それからそのあれですよね、北軽井沢のやっぱり
すごい印象深いピアノとの出会いがあって、それもなんだかんだで結構だいたいそのピアノってそのどっかに就職してるわけじゃないから、私が辞めるって言ったらもうそこで辞むんですよ。それで私の中では次ここで弾きますって約束してあるやつは責任があるから、その何ヶ月か後まではやってることは確実だけど、その後は全然もうどうしようと別にあれじゃないですか、誰も困んない、むしろ喜ぶみたいな感じだから、結構まあもう常に綱渡りなんだけど、だからそのそろそろやめるかなって、こうそろそろやめるかなって感じでいつもいるんですけど、そろそろやめるかなっていう時にやっぱりその北軽井沢のも全然やめてもよかったんだけど、そういう話がたまたま、でもその北軽井沢もネパールの会でなんか私の聞いてくださった方のなんかつながりとかでそこに行ったんだけど、そこのピアノがまたもう超印象的なピアノで、でそこのなんかストーリーが始まってしまって、でちょっとその最初のところに関わったから、そのなんとなくそこを見届けるまではみたいな感じにもなったり、でそのピアノも面白かったんですよね、今もねいるけど。それで今度そのピアノが完全にその北軽井沢のピアノがこのピアニーノを紹介したっていう感じなので、でまたピアニーノに出会ってしまってっていうことで、まあそれが大きかったけどっていうので、そのそれぞれやっぱり普通のピアノとは違う感じでもグッてこうこっちの人生に介入してくるんですよね、古いピアノってね。だからやっぱりそのピアニーノのことを話そうと思うと遡ってって、そのパリの工房、アンティークピアノ工房に見に行ったあのヌブーさんっていうおじさん、あの温厚そうな職人さんですよね、あの人の顔が忘れられないですけどね、もうピアノがかわいいかわいいって感じで、もう選ぼうって、そこにあったやつが先生に紹介してもらってそこ行ったんだけど、その最初にそれ弾いたって見たっていうか、なんか弾いその時にやっぱりじゃあ他と比べようっていう気はもう起きないんですよね、これっていうのに出会うと。じゃあもうちょっと見てみて、比較してみて決めましょうっていうのって多分ちょっと不純なんだと思うんで、買い物として。やっぱ本当に洋服でも何でも本当にこう出会ったやつはじゃあちょっと保留にして他と比べて、なんかコストパフォーマンスとかをあれしてとかってなんないですね、そういえばね。だからその時のもそうでしたよね最初のピアノがね。それでなんかまあその時ももうね、やめる気満々で言ってるから、あれは今ほど余計なんか何にもそういうなんか見えない世界ったら怪しいけど、そういういろんなねこと何にも考えてなくて、もうなんていうのかな、教育さ洗脳された価値観がまだフレッシュな頃、まあ、それが嫌だって言ってもうからがら命からがら逃げたみたいな感じではあったけど、でも価値観はそういうバリバリそのなんか競争社会というか勝ってなんぼっていう感じの中にいて、でだったし、そういう感じだったけど、やっぱり実感として本当にそのピアノに作ったの方向を決めてもらったっていう感じはあって、だからやっぱり一番大きいのはあのピアノかなと思うんですけどね。だからそういうなんか面白い、だから私の変わったケースなのかもしれなくて、普通はね人ですよね、
あの先生のあの言葉によってこの道がこうなって、でそれがね、そうでもそうでもなくもないですけど、あのいや本当にあのその頃は嫌だったりしたけど、あの先生のおかげだっていうか、やっぱりあの先生は真理だったとか、いろんなこう時期にいい先生に出会ったな、その今見た時に、その時にあのその世界で、うまく立ち回るためにいい先生だったかどうかは分かんないから、その時には疑問だったり、あの他の先生が羨ましかったり、もっとこうピンポイントでいい点出るようなことを教えてほしかったと思ったり、あのいろいろね、いろんな文句はあったけど、あのそれこそそのバガバットギーターじゃないけど、その私の人生丸ごとっていう感じでこう俯瞰してみた時に、あの別にそういうちっちゃいなんかがしたかったわけではなくて、こう最終的に何とか分かんないけど、なんかやらせたいことがあるとすると、そっちにはやっぱりその長い目では合ってる先生に出会ってるんだなとか思いますけどね、その先生とかも。だからなんかやっぱり今頃分かったから、年寄りとかの言うことってバカにしちゃいけないっていうか、自分が年寄りになってくると分かるっていうか、やっぱりそこまで来てなんか分かった心理みたいなのってあって、で目先の成功が欲しい生徒にもなんか無駄かもしれないけど、伝わってんのか分かんないけど、あのいつかなんかだからなんかそういうのを埋め込んどくみたいな、いつか花咲くかもしれないからって言って、その時その生徒の顔見て、あピンときてないなと思っても、あの言っておくみたいなことを してくれてたんだなと思ったりすることはね、本当に今頃とか今だってもちろん全然分かってなくて、もっとその先になってから分かることとか、そういうなんか地雷ったら意味があれが悪いけど、そういう感じでこう教育って、そういう本当の教育ってそういうのもあるんだな、ちょっと話がずれましたけど、とかは思ったりしますけど、そういう先生が何人もいた気がしますけど、でもなんかあの衝撃的にね、すごいこうなんていうのかな、この先生っていう人がこう人生を変えてくれたみたいなのって多いと思うけど、私の場合そういう意味ではめっちゃ感謝してるけど、結構ピアノなんですよね、私の。面白いですよね、楽器って。しかもそのピアノにそんなにあの憧れがそんなにどころかもう全くないっていうか、ゼロっていうかマイナスっていう感じなのに、そこにこうやってくるピアノがこう道を決めていくみたいなのって面白いなっていうのは確かに思ったので、こうそういう時々ちょろっと話すんだけど、そういうなんか切り口っていうのもあるなと思って、だからそういうことにしましたね、21日はね。いやー不思議な、だからピアノっていう楽器がもうなんか私の人生となんか腐れ縁なんですよね、本当に。もう ピアノがどんだけあるんだみたいな、どんだけあるんだっていうやつなんですよ、本当に。なんですけど、だからっていう感じですね。もうしょうがない、だから持病だって思うことに知ってたんですね、前は。もうそれがだからなんかの病気、それで死ぬわけじゃないけど、こう一生付き合っていく病気とかってある方っているじゃないですか、とかそういうなんかそういう感じ、もうじゃあそうだって、なんかいいわけじゃないですからね、なんかね、なければ一番いいんじゃないみたいな感じなんですけどね、みたいな。特にね、前はね、本当にそういう親とかはピアノさえやらなければ
いい子なのにっていうか、そういう感じなんですけど、まあわかんないんですよ、長い目で見たら。そういうのがあったから、あの一病息災みたいなやつ、あのこの病気があったから長生きしましたみたいな人いるじゃないですか。あのそれによってなんかいろんなこうなんていうのかな、それが生活の中心っていうか、それをあのうまくこう付き合うことによって何かがこう、まあ他のことが決まってくるじゃないですか。だからあのそれはちょっとね、なんか話がずれるけど、それちょっと思うことあるんですよね。あの私がピアノ以外のことが、ピアノ以外のことはっていうか、その大したレベルではないけれど、その私界隈とか小さい世界では、あのピアノ以外のことは何でもできるっていうか、そのあのピアノだけは不器用で、本当にこうなんかなんていうのかな、あの地道に やるとまあっていうやつだったんですけど、他のことは、はい、はなんていうのかな、すぐできるみたいなのだったんだけど、それって今思ったらピアノをやってたからなんかね、それで生活がこうある意味ピアノによってある程度整っていて、それでそのね余波ででね、そのピアノがあるから私は家帰ったら練習しなきゃいけないとか、だからみんなみたいに時間がないって思ってると、そこでなんかね、あのなんていうのかな、あのいい感じのフローみたいなのに他のことが、だから例えばその宿題とかも家帰ってやれないから、もうその場で覚えるとか、あのそれだったんじゃないかなと思って、それだからピアノがなかったら多分あの全ダメだったような気もするんですよね。そのあれがはやっぱりあのなんていうのかな、こうそれこそそのスタンバイ OK 状態に入ってて、なんか他の習うとあので後でやろうってすごい重くなるじゃないですか。でも後でやるっていう時間がないと思うと、その場でやるしかないみたいなのをやってたからだったような気がしますね、今思えば。別になんかできすごいできるわけじゃないけど、あのその流れができてたのかもしれないなって。だからって何もなってないですけど、何にもあれですけど、だからそんなもんなのかなと思ったりするんですよね。だからその何かができるできないって、その能力があるないじゃなくって、やっぱりやり方、それでなんか一回回ってなんかちょっと薄々思ってたんですけど、今喋っててすごい思ったんですけど、だからやっぱりその習慣化で、なんか習慣化でそのスタンバイ OK 状態の体でいると、もう100倍早くいろんなことが多分できるのかもしれないですね、やっぱりね。あの確かになんかあのなんていうのかな、何かがやれる、あのすごいはかどる日とはかどらない日って、あの時間の余裕があるない関係ないですよね。でスイッチ入ってる日はあの軽いし、あとそのやる気にもなるとか、結局その最初の一歩だから取り掛かっちゃえば大したことないんですよね。なんかだから例えばトゥードゥーリストに1年間入ってるようなぐらいやれないこと、大したことじゃん。でそのぐらい気が重いことを手をつけたら1時間で終わるとか結構あるんですよね。でそれってだからそのただただただなんかそれに対してなんかその自分のあのいる軌道がちょっと違うっていうか、なんていうのか、だからいい軌道にいつも乗っとくみたいなことが、なんかちょっと話がめっちゃずれたけど、でもそんな気はするんですよね、いつも。あのいつもっていうか、そのなんであの頃っていうか
だからそう思うと、ピアノがガンだってピアノさえやめればもうあと全部できんのにって例えば言われてたとするしたとして、ピアノをやめたら全崩れしてるんだっていう結構ね、あの感じはね あるんですよね。でだからなんか例えば私の人生運命がすごいなんかそうそのスムーズにいきませんよっていうやつだって、それこそ根性諦めろって言われたことがあるぐらいだから、多分そのなんか順風満帆っていう星ではないんだと思うんですよね。であのそれ実感としてわかるけど、まあ、トラブル多めだなっていうか、まあすごい忙しい、なんて忙しい星なんだって言われましたけど、あの激しいって言われたから、なんかまあトラブルとは言わなくても、まあ、イベントが多いというか、なんというか、なんかそのなんかこう何かが常にだからあの起こってくるみたいなことはあるかもしれないんだけど、あのそれにしてはここだってもう半分過ぎてますから、それにあったかもしれないけど、あの全部通過はしたんですよ、ちゃんと渡ったんですよ綱は。でなんでかと思った時に、やっぱりそのガンだと思ってたけどピアノやんなきゃなんないっていうのがこう一本あると、そこでちょっとそのちょっと本番モードっていうか、ちょっとフローっていうかな状態にいるから、そのなんか他でなんかが起こってきた時に間一髪ではあるけれど、なんだかんだでどっかぶつけたりとかしてるかもしれないけど、あの落ちはしなかったみたいな構造がちょっと見えてきつつあるって漠然と思ってたんですけど、今喋っててめっちゃそう思ってきて、ということはですよ、なんかあのそのこれさえなければっていうのがあるから全部があの引っ張ってもらってるっていうか、 それによってなんか大変なことっていうか嫌なこととかそのが自分の人生の中にある、その自分の中のがんみたいな、自分の中のなんかそういうことが実はあのうまくいってる他のことを引っ張ってるっていうか、なんかそういう、だからやっぱタペストリーっていうか、あのね、悪いあの自分の人生の中で自分を例えばすごいいじめた人もあの絶対にあの神から見たら必要で一つも外せないっていうことが、なんか臨死の時にあのはっきり見たみたいな人のね話があったけど、本当にそれだなと思って、だからなんかもしかしたら例えばその神様がそういう人生を設定した時に、じゃあこれ結構ハードモードだとしたら、それを乗り切るなんかこう何あのツールじゃないけど、そのとして、それ自体で成功するとかそれが楽しいとかではなく、乗り切るためのなんか一個の柱としてのピアノみたいなのだとめっちゃ腑に落ちて、じゃあこれやってれば別に何やってればっていうか、あの成功しなくてもいいんだっていう感じですかね、じゃなくても必須なものみたいなぐらい、ついてきたんですよね、ついてくるんですよねこれが。だからもう多分本当になんか一生付き合っていく持病みたいなものとして捉えてましたけど、でもそれがね、これピアノ置いといて、なんか例えばなんか人間関係とかでもあの人さえいなければみたいな、例えばあのなんか嫌だっていうか、そのそういうのとかもあのとか、なんか例えばライバルじゃなくてもなんかそういうねのとかも、そピアノ的に考えるとそれの存在によってなんかこうなんていうのかな、ただの平和みたいなが平和じゃないっていうか、本当はあの
ちょっとそのそれによってその自分の在り方みたいなのがちょっとフローにっていうか、なんかあると思うとか、例えばあの私は分かんないけど、例えばその子供をあの分かんないけど、でもちょっと、あの子供って手がかかって大変だけど、そこでだからそれが私のピアノみたいなっていうか、それによって、じゃあそれがもし例えばね、その例えばの話、例えば子供がいない人生といる人生っていうのがちょっとこれ例えに私が分からなすぎてちょっと例えにするのがちょっとまずかったけど、でもまあ言い始めちゃったからその2つがあるとして、じゃあ子供がいなかったらこんなに時間が使えて、私だったら父ってやればよかったんだね、そのこんなに時間が あらゆる時間をそこに取られて、でなんかいろんなことがまた起こってくるし、それがもしない人生だったらに、その時間全部自分のことに自由に使えて、どれだけこの今こんだけ短時間なのにこのぐらいのことがやれてるから、これがもし10倍時間があったらどれだけのことができるだろうって例えば思ったとして、だけどそのそれがもしないと多分そのフローに入れるように、またそこはそこでその人生だったらまた何かが起こっていて工夫すればいいんだろうけど、そのいることによってなんかある軌道に自分がいる乗る体制になってることで、その勢いで他のことを回していくからやれてるって、だからやっぱ裏表ですかね、だからやっぱいいよってそういうことなんですかね、だからそんな感じ、だから全部あってのあれだなって、だからその例えばその人の中での、氷山の一角のなんか一番こう、なんていうのかな、ハイライトみたいな、一番その人の中での、見せ場みたいな部分がアピールポイントとかがあったとして、でそこを引っ張って足を引っ張ってるように見えることが本当に足を引っ張ってるのかどうか分かんないなっていう話ですね。それはそうじゃないこともあると思うし、いろんな本当に足を引っ張ってることは断捨離していかなきゃいけないんだけど、だってそんなこと言ったら私ピアノを断捨離すればいい感じなのにどうしてもできないみたいな感じでここまで来ちゃったけどっていうような感じのことも思ったりねしてますねっていう話でしたね。なんかなのでやっぱピアノテーマにすると結構私にとってはそれは確信ついてくるなっていう感じはねしますね。だから要所要所でピアノがなんか投入される、紙視点で言ったらとかゲームを作る方のクリエイターの視点から言ったらちょっとこう軌道修正必要な時にそこにピアノを投入するみたいな、私の人生にでまた出てきピアノ出てきてあみたいな感じですね本当にね。でこのピアニーノになっちゃった時にはピアニーノ出会っちゃった時には私はその出会った瞬間にやっぱこれはちょっと重いっていうかその時にその瞬間に思ったのが、もしこれを私が買って持って帰るって決めたら一生ピアノをやめられない責任があるっていうか、だからそこをすごい問われたんですよね。でそこが一番大きかったから、そこのこれを持って帰るということは生きてる限りピアノをやるっていうことになるけど、それはいいのかそれでみたいな、それは別に成功するとかしないとかじゃないけど弾き続けるってことですよ。誰も聞いてなくても私がおばあさんになってもピアノを弾く人生でいいのかみたいな感じを問われたんですよね。それでやっぱり
それでも欲しかったっていうか、そう、それでも欲しかったんですよね。そのじゃあもう逆ですよね。だからピアノがやりたいからピアノが欲しいんじゃなくって、このピアノが欲しいからじゃあやりますみたいな感じのなんか出会いだったんですよね、このピアノはね。ということで、だけどこんなになんか皆様に聞いていただけるとは思わなかったので、ありがた、ありがたいっていうか、やっぱりなんか不思議な、不思議なピアノだなって思いますけどね、うん、自分で勝手にそういう風にしていったようなね気がするので、このピアノが、という感じですね。というのがなんか昨日の夜に急にそうなりましたってことで、あの21日はそんな感じで、なんかそんな話ってもう話しちゃったって感じでも、別にどういうあのどういう出会いとか、そのね周辺の話とかも、もしやっぱ面白いですね、なんかね。あーもう最初のピアノが、あの恩人ピアノがどこに今あるかとか思いますけどね。あのこのピアニーノを直したあの和田さんって方にその話をしたら、あ持って帰ってくればよかったのにって言われましたね。でなんかあの持って帰れないって言われたんですよね、そのあるその船便で送るのはちょっともうボロボロすぎるからって言われたけど、持って帰ってくればよかったなって思いますけどね。でもまあね、それはそれでその別のピアノ持って帰ってきたんですけど、あのはここにあるんです。練習できる、ガンガン練習できるってわけじゃないのでね、まあね、いろいろですけどね、そんな感じですね。じゃあ今日はそういう話になってしまいました。話すことないって言いながらこの喋る感じがもうどうしたらいいのか分かりませんか。今日は3月18日金曜日です。今日が素敵な一日でありますように。あの今日が過ぎたら3連休なんですよね。ということで、あの今日お休みの方も多いって昨日聞きましたけど、あの気をつけてお過ごしくださいということでした。ありがとうございました。では明日の、また明日の朝に失礼します。ありがとうございます。